ってらっしゃい。行ってきます。出勤日なんです。基本的にはリモートワークで家で仕事してるんですけれども、週1回出勤する日があって、その日が結構私の撮影日になってます。で、今日は何を撮ろうかなって昨日考えてたんですけども、Vlog っぽい感じで今日1日していることを撮ってみようかなと思います。で、なんで Vlog にしようかなって思ったかというと、最近ちょっとなんていうか YouTube の動画作り迷子みたいな感じになってまして、っていうのもなんかこうコメントなり視聴数なり、いいねとかそういう数とかを一応さらっとは見るんですよね。で、なんか、反応が最近あんまり良くないなみたいなのを思っていて、で、私はこう伝えたいテーマ、なんかエシカルサステナブルなライフスタイルみたいなのを伝えたいと思っているので、そんなにこうドカーンと受けるようなネタをしたいと思っているわけではないんですけども、でもやっぱりこういうライフスタイルをいろんな人に知ってもらってちょっとでも取り入れてもらおうとすると、やっぱりじわじわでも成長はしていかないといけないよねっていうふうに思うんです。なのでエコとかそういうサステナブルみたいな話をなんていうかいろんな人に届きやすい形っていうのを、まあ自分なりに模索してるんですが、それがちょっと最近どの路線がいいのやらっていう風になってて、で、まあ、Vlog 形式もちょっと試してみようかなって思いました。そう、なんか同じことを伝える環境保護とかがテーマだとしても、例えば、まあ、私も時々するんですけれども、いろいろなことを調べてまとめて、まあ、しっかり台本書いてカメラに向かってお話しするっていうのもありますし、あと例えば料理何かを作って、それがその動物性のものを全く使っていないレシピだとしたら、それも環境保護にはつながるわけで、そういう料理系もしましたし、あと本当に台本とかもなく、まあ、今みたいな感じですけども、ただただカメラに向かってバーッと思ってることを話すとか、そういうのでも伝えることはできるんですけども、どれが一番その見ている人に伝わりやすいかっていうのはちょっとわからないので、まあ今のところその辺いろいろミックスしながらやっている感じです。というわけで今日はもちろんテーマからは外れないです。エシカルサステナブルなライフスタイル、スローライフっていうところからは外れないんですけれども、一日私がどんなことしているかっていうのを全部ではないですけども、まあ、かいつまんでちょこちょことお見せしつつ、何か見てくださる方に伝わればいいなって思ってます。ではこれを飲んだら、あ、そうそう、コンポストの生ゴミが溜まってきているので、ちょっとコンポストをザクザク混ぜに行こうと思います。よいしょ。野菜の種が入るので、いつもコンポストにこういうかわいい芽が出てるんです。かわいそうなんですけど、ザクザク毎回混ぜちゃってます。我が家のコンポストは多分うまくいってると思います。野菜くずを入れてもその分かさが増えたりということもないですし、虫とか匂いの問題も全然ないので、
まあまあうまくいってるんじゃないかなと思っています。今日はですね、服の衣替えっていうほど私は何もしないんですけれども、まあちょっとだけあったかい服を表に出してくるのと、それしつつ着てない服、活躍してない服とか、ちょっと傷んでしまってる服とかないかチェックしていこうと思います。上の段にトップスを置いています。手前には今のシーズンに着ているものなので、今ちょっと半袖とかまだ手前にある状態です。奥がオフシーズンのもので、上の方が長袖のちょっと薄手のものとか七分袖とか、そして残りがセーターです。これいつでもさっと羽織れるように手前に置いてあるリネンのカーディガンです。夫のオフルです。その奥は冬用のあったかインナーで、これはベルメゾンのホットコットというコットンの割合が多いものです。下の段がボトムスです。この段も今活躍しているものが手前に置いてあります。その奥は今後着るか着ないかちょっと悩み中というようなものが置いてあります。横の扉を開けるとハンガーで吊るせる収納になっているんですが、左側が夫が使っている部分で、右が私のスペースです。カバーに入っているのが礼服で、10年以上前に買ったシルクのワンピースが2着、あとは丈や素材の違うアウターがいろいろとあります。これはどれもちゃんと着ているものです。長年気になっているのがこのバーバリーのスカートなんです。これ頂き物なんですが、細くて、その下の方、手前にはパジャマにしているものが置いてあります。その奥は冬に使う小物、一番下の段はここに靴下がコロコロンと転がしてありまして、ちょっとハンカチで今はカバーしている部分に下着が入っています。右奥にはタイツが入っているんですが、これは真冬になったら手前の靴下と場所を入れ替えます。左奥はめったに使わないものを置いていて、今はペチコートが置いてあります。まず夏服の山から見ていこうと思うんですが、この白いブラウスはものすごく好みなデザインではあるんですけれども、私はすっごい暑がりで、夏に下にタンクトップを着たりとか絶対にしたくないんですね。なのでこれはそう考えるとちょっと首元開きすぎだったなと思って売ることにしました。黒のフリルがたっぷりついたブラウスなんですが、これは生地が結構詰まっていて、厚がり向きじゃないというのと、肩の部分もこうセーラーカラーのようになって二重になってしまうので、すごく厚いと感じてしまったので、デザインはすごく好きなんですが手放すことにしました。白いカットソーは明るいところでちゃんと見ると脇のあたりがちょっと色が変わってきてしまっていたので処分することにしました。切ってウエスにしようと思います。馬柄の T シャツはお気に入り。そしてこれ水玉のワンピースなんですけれども、ちょっと冬には着にくいかなと思ったので後ろの方に置くことにしました。これもお気に入りで、これもお気に入り。こっちの白い T シャツはよく見てみたんですけれども、まあ、ピカピカというわけにはいきませんが、まだ1年ぐらいいけるかなと思ったので来年に繰り越しです。黒いカットソーとチェックのシャツもよく着ていました。これも来年着ます。グレーのカットソーも来年着ます。お気に入りのリネンのブラウスもよくチェックしてみたんですが大丈夫そうでした。
黒いプルオーバーと赤いニット、それから水玉のシャツもお気に入りで、まだ来年も着ます。次は薄手の長袖と七分袖の山です。これすごくいいなと思ったんですけれども、私が着ているものにロゴがこうドンとついているのがなんとなく馴染めなくて、これも売りに出すことにしました。夫のお下がりの T シャツと白いカットソーと水玉の七分袖のブラウスと、この辺は OK です。トップスの山、最後はセーターです。この紺のニット、去年すっごくたくさん着てたんですけども、今年袖を通してみたらなんかと気になる点がありました。ドルマンスリーブでも腰のところがふわっとゆったりしていれば問題ないと思ったんですが、腰がキュッとしているとちょっと引っ張られる感じがあって、それが嫌だったみたいです。こちらの白いニットも同じくドルマンスリーブかつ腰のところがぴったりしている形でした。あと色がちょっと私が苦手な系の白だったのと、さらに汚れているというのもあって、ちょっとこれは処分することにしました。では次、ボトムスの山です。青いチェックのワンピースは冬でも重ね着して着れそうです。水玉のスカートもお気に入りです。この黒いノースリーブのワンピースも重ね着して冬に着れそうかなと思いました。紺のペンシルスカートと真っ青なギャザースカート、そしてもう9年目ぐらいに突入する黒のフレアスカート。黒のペンシルスカートはちょっとなんかしっくりこなかったので売りに出します。ワンピースに関してはノースリーブでカットソーやニットを重ねたりしてもおかしくなさそうなものというのは冬にも着るように手前に置くことにしました。このワンピースはなんというか清楚系というか、そんな感じであんまり下にカットソーを重ねたりっていうのは似合わないなと思ったので奥にしまうことにしました。まあ、どちらにしても水玉のスカートは冬でも履くのでいいかなと。最後に問題の保留の山ですが、セーラーカラーに憧れて買ったこのシャツなんですけれども、これもまたその襟の部分が重なってしまうというのと、生地も結構しっかりしているので暑くて暑がりな私にはちょっと難しかったです。去年よく着たグレーのタイトスカート、これは夏の間はちょっと避けてたんですけれども、冬にはまた履こうと思います。そしてこのすごく可愛い花柄のスカート、これもピッチピチで痩せたら履きたいです。この黒のズボンもね、ちょっとピチッとしてるんですよ。痩せたら履きたいです。そしてこの白いデニムもちょっとピチッとしてます。はい、以上、痩せたら履きたいのが3点。このティアードスカートはものすごいボリュームでものすごい傘を取るんですよ。それでちょっとどうしようかなって思っていたんですけれども、まあ、さっきの黒いリネンのスカートもだんだんこう透けてきて色も褪せてきてるので世代交代をじんわりさせていくためにもこのスカートを活躍させようかなということに決めました。今回少し減らしたこともあって、ちょっともう少し欲しいなと思うものもあるので、その辺はまた古着で探して購入したいと思います。おいし、お買い物に行ってきます。I'm not afraid of the dark.
ご紹介したマラウイさんのフェアトレードのコーヒーです。これすごい美味しいです。では食べてみます。はみ出てる、はみ出てるよ。いくよ。ちょっと欲張って詰めすぎました。あれながら今日はうまくいきました、ご飯の後にグラノーラを作りました。毎朝食べているものなんですが、今回はココアとクランベリーで作ってみました。その後 YouTube の撮影をしました。家の中でも撮影ができる場所って何か所かぐるぐる回しているんですけれども、今回はこの窓辺で撮りました。こうやって客観的に見るとちょっと面白いですね。次はちょっとパソコンで編集作業をしばらくしようかなと思います。そろそろいい時間になってきたので、一旦ちょっと編集はやめてご飯にしようかなと思います。いつもは夫がいるので一緒にご飯食べるんですけど、今日夫が出勤日で、しかもなんかイベントがあるとかでちょっと遅いので、私は今日は調理せずに食べられるものだけ食べて済まそうかなと思います。Vlog はちょっと今日やってみたものの、なんかこう編集する前からちょっと大丈夫かこれっていう感じになっていて、やっぱりやってみると何でもそうですけど、見ているよりも何倍も難しいですよね。なんか珍しいですよね。私いつもお昼に自然光で撮るようにしているので、こんななんか夜はこんな感じなんです。つけてる電気全部 LED なんですけども、なんかオレンジっぽい色の LED を選んでいるので、我が家は外から見ると窓がオレンジな家です。眩しくなくていいですよね。なんか昔ながら の白い青白い蛍光灯とかにはもう私は戻れないなと思います。家がその白っぽい人おすすめです。これ LED の色変えるだけでも結構雰囲気が変わるので、なんかインテリアにちょっと変化つけたいなって思っている方は電球変えるだけでもかなり違うと思いますよ。それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。